県によりますと、先月二十日からの一週間で、一定点医療機関あたりのインフルエンザの患者数が。三十点九六人となり、警報レベルの基準の三十人を超えたと発表しました。インフルエンザの流行状況が警報レベルとなったのは、五シーズンぶりで。また、十一月に警報レベルとなるのは、二千九年と並び、最も早い記録だということです。県は。 今後さらにインフルエンザの流行が拡大する可能性があるとして換気や手洗いといった感染予防対策やワクチン接種の検討をしてほしいと呼びかけています。